捜索していたボランティアの男性によりますと、午前11時ごろ、KAZUNの沈没現場から北に12キロほど離れた啓吉湾の海岸線で、人の頭の骨が見つかりました。骨は大きさから女性や子どものものと見られるということです。また現場では、他にもジーンズや女性の下着、スニーカー、ジャンパーが見つかっています。この情報提供を受け、海上保安庁は巡視船と航空機を現場周辺に向かわせ、発見された骨や衣類がKAZUNの乗客の可能性もあるとみて確認に当たっています。